挨拶ロストインパラダイス、どうもクロです。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日は月曜日ということで、買いましたジャンプ呪術廻戦は救済です。ということでハンターハンター連載再開と、僕が本社になってからたった一度もハンターハンターが掲載されたことがなかったんですが、ついにお目にかかれましたよと、感謝の聖剣好き1万回、呪術廻戦は救済なんですが、事後予告。最近はね、過去にネタにしすぎたせいでしょうか、過去にはね、今までネタバレ事後予告みたいな感じで、すべてを破壊した巻、回遊平定に向け動く、直哉死ぬやん、仙台コロニー佳境、領域展開を制するのは、領域展開するやんと、今まで公式によるネタバレ事後予告を食らってきましたが、今回久しぶりに掲載されました。それが、呪術師捕獲作戦開始、その時、いたどりたちはと、さすがに今回はね、確信を迫ることは書いてありませんでした。ただ、死滅回遊急展開表紙ということで、次号はこちらの20号ぶりの表紙になるということで、また来週の表紙、そしてハンターハンターと並ぶのが楽しみです。今回は呪術廻戦が救済ということで、こちらのホワイトボードに呪術廻戦の今までの展開が分かるような時系列をまとめました。渋谷事変死滅回遊以降、呪術廻戦の時系列はまあややこしくなっていると。なので左側は渋谷事変死滅回遊以降の時系列、そして右側は呪術廻戦という作品においての大きい時系列。現在呪術廻戦が救済期間ということで、一度頭の中を整理して振り返りたいと思います。まずはこちら渋谷事変、現実世界でももうすぐですね。こちらはまあ皆さんご存知の通り、渋谷ハロウィン10月31日に行われました。先日こちらで動画にもしたように、呪術廻戦第2期はおそらく来年の渋谷ハロウィンと被さってくる放送時期になると思っております。そしてこの渋谷事変は7時に帳が下ろされて、そっから地獄展開が分刻みで訪れていたわけなんですが、最後の賢者とのやりとりはもう23時台、最後の賢者とつくまゆきのやり取りや遠隔の無意転編、呪物の封印を解いたのはもう24時頃、つまり日付が回った11月1日に死滅回遊が行われたということで、1、プレイヤーは術式覚醒後19日以内に任意のコロニーにて死滅回遊への参加を宣誓しなければならない、2、善行に違反したプレイヤーからは術式を剥奪するということで、ここで賢者が遠隔で無意転編を発動したことにより、今まで賢者にね目をつけられていた、マーキングされていたそれらのプレイヤーってのは11月1日からの19日以内、つまり死滅回遊の第一リミットっていうのは11月19日の23時59分までとなっております。11月20日になった時点で最初に覚醒したプレイヤーは宣誓しないと術式の剥奪、つまり死んじゃうよと。そしてここからは順番が前後したりね、行ったり来たりするのでちょっとややこしいんですが、死滅回遊が始まりました、その朝ですね、その早朝には賢者がそれぞれの全国10のコロニーの、もうすでにコロニーの中にいた非術師に対して一度だけ出る権利が与えられるということで、賢者の不審者枕元訪問ですね、それが早朝に行われました。そこでコロニーを出ると選択した非術師は出られて、そのまま留まった非術師は残念ながらプレイヤーとなってしまっております。仙台コロニーの中とかで一般人がねいっぱいいて、乙骨くんが守っていたと思うんですが、それはおそらくこの時にコロニーの中に残ってしまった人たちだと思います。もしくはコロニーの外から自分から意思表示をして入ってしまったか。そしてここもちょっと後に描かれたんですが、鴨家宗家屋敷ということで、これは桜島コロニーが描かれた丸1でここは差し込まれていたんですが、賢者不審者枕元訪問から2日後11月3日鴨家宗家屋敷ということで、渋谷事変でね鴨くんもいましたけれども、そっから鴨くんが関西へ戻ってきたと。まあ、東京のインフラもねなかなかやられてるので、帰るのに3日くらいかかったみたいですね。で鴨くんが帰ってみると、家にいるシノが150年前をさまよっており、もうすでに鴨家は賢者によって乗っ取られていた。そして鴨くんは消えてくれるとありがたいみたいなこと言われて、バイバイと言われてしまいました。鴨くんはこの時に頬に湿布を貼っており、この桜島コロニーではお母さんが新しい家族と手をつないで歩いて
ているところをあのイチョウ並木で昼間に目撃していまして、その時にもう頬に湿布が貼ってあるので、この11月3日の昼間にもしかしたらその光景を見ており、そこから自分の家に戻ったっていう流れかもしれません。そして乙骨 vs 虎杖、直哉 vs 長宗、ここは11月8日って僕は書いてるんですが、これは明記されているわけではありません。じゃあなんでね11月8日なのっていうことなんですが、こちらの17巻で天元の元に訪れた時に、マキさんが今11月9日の午前9時だということで、11月9日に天元を訪問していたっていうことがわかります。この天元訪問シーンに切り替わる前に夜のシーンが描かれていて、虎杖がはっと目覚めるシーンが差し込まれており、そしてそこから一コマ日が昇る描写が差し込まれて、この天元訪問に映っているので、11月9日の天元訪問の前日、つまりこのやり取りがあったのが11月8日だと推測ができます。まあ、ここは明記されてませんが、ほぼほぼ確実かなと思います。そしてファイトクラブに侵入、この虎杖伏黒が別々のルートからファイトクラブに侵入した時に、伏黒のスマホが映し出されまして、11月11日0時58分、まあ、深夜ですね、深夜にこのファイトクラブに侵入したことがスマホの日付から読み取ることができます。そしてここでハカリとキララを仲間にした時に、ハカリが伏黒のことを全員家同士だっていうことを知り、仲良くしようね伏黒くんって言った後に、翌日全員家壊滅っていうのが書かれていたので、11月11日の翌日、つまり11月12日に全員家壊滅が行われたんだなっていうことがわかります。さらには11月12日の11時28分に仙台コロニー、そして12時に東京第一コロニー、第二コロニーに高専メンバーがコロニー内に入ったので、全員家壊滅、仙台コロニー、東京第一、第二コロニーは同じ同日の11月12日に行われていたっていうことがわかります。そしてそこからの2日後、それが最近までやっておりました桜島コロニー、ここで直哉がね爆誕しましたよね。で、直哉が背中刺されて死んだのがこの全員家壊滅した時なので、11月12日から2日後に転生しましたよと。まさに文字通りアオンソク、マッハさんのごとく2日で爆速転生したと。はい、早すぎますね。五条悟は現実世界で獄門教に封印されてから1000日が経過したそうで、もう五条悟まだですかとね、五条悟推しはなってるにもかかわらず、もう早すぎた転生でした。そしてなおということで、東京第一コロニーのメンバーが2日後、伏黒が目覚めまして、今ここっていう状況になっております。これが渋谷事変から死滅回遊後の時系列、そしてこの未曾有の呪術テロが行われる前の呪術廻戦自体の出来事一覧です。まず1000年前、これが呪術全盛平安の世、宿儺だったり賢者だったり裏梅だったり天使だったり天元だったりがすでにいた時代かなと思います。そして江戸時代、慶長っていう風にハテナで書かれてますけれども、これが400年前、五条悟は現在の時間軸で400年ぶりに生まれた無加減呪術と陸眼の抱き合わせってことが言われているので、その現在からの400年前に五条悟と同じような術師が存在していたけれども、徳佐の影棒術の術師と御前試合で戦って両方死んだっていうことが言われておりました。その時代ですね。また400年前というのは、あの鹿島はじめや石郡龍が活躍していた時代、あれも400年前っていうふうに言われてますので、おそらく同じくらいの時系列なのかなと思っております。そしてそこから明治の初め、これは150年前、賢者が鴨家の鴨則俊を乗っ取って徳井太子の娘呪霊、そして自分の血を混ぜ呪胎クソーズを誕生させた、それがこの150年前ということで、この鴨家宗家屋敷で志乃が150年前をさまよっていたと思うんですけれども、それがこの時、鴨則俊が当主だった時だから、志乃はこの時の150年前をさまよっているため、ここでね鴨則俊君を認識できなかったっていうことですね。そして一気に現代に流れまして、怪玉玉折、それが2006年から2007年、ここで描かれました。これが過去編と呼ばれる部分ですね。そして乙骨雄太が同級生をロッカーに詰めた事件っていうのが2016年のほぼほぼ年末の方、そして翌年2017年の12月24日に百鬼夜行が決行されました。ここがゼロ巻に収録されている部分ですね。そして一番新しく明らかになった2018年2月、ちょっと前のややこしかった部分、あそこから賢者プロジェクトが始動ということで、賢者が各国のねお偉いさんたちと会合し、日本の呪術師たちを狙わせるような計画が始動していったものかと思われます。そして2018年の6月に虎杖が宿儺を受肉して呪術廻戦という物語はスタートしました。そこから呪胎大典、幼魚と逆鉢、京都姉妹校交流会、八十八橋などなど本編で描かれた内容が関わってきます。そしてそこから渋谷事変、死滅回遊っていう流れになっております。これが今現在呪術廻戦で描かれている大まかな物
語の流れになります。今回呪術廻戦が救済ということで一度物語の大枠を振り返らせていただきました。来週は呪術廻戦の表紙、そして呪術廻戦がリスペクトしているハンターハンターと共にジャンプに掲載されると思いますので、めちゃくちゃ楽しみです。ぜひ皆様の意見や感想、考察なども下のコメント欄で教えてください。ハンターハンターのセンターカラーに浦飯祐介が乗っていて、うおって思った方は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。